神と魂を紡ぐ道しるべ。それがネブカドネザルの鍵、人類補完の扉を開くもの。霊夢、一体何を言ってるんだぜ。エヴァの映画の新作がついに公開されたから、見に行ってきたのよ。そしたらハマっちゃって、用語まで全部調べてるのよねー。神だの魂だと言ってたら危ない人に見えるんだぜ。でも、そんな霊夢にぴったりの世界遺産があるんだぜ。その名も、神宿る島、宗像、沖ノ島と関連遺産群。福岡にある、聖なる島とその関連遺産が2017年に登録されてるんだぜ。何よ神宿る島って、勝手に登録名称に中学生がつけそうな通り名つけるんじゃないわよ。まるで、高速、の異名を持ち重力を自在に操る高貴なる女性騎士みたいじゃないの。そもそも沖ノ島には、海の正倉院、という立派な通称があるの。霊夢、神宿る島、とついているのはユネスコ公式の登録名称なんだぜ。言いがかりはよしてほしいんだぜ。とまあ、今回はそんな宗像、沖ノ島と関連遺産群について紹介するんだぜ。まずは概要から、2017年に日本の世界遺産の中では21番目に登録された世界遺産なんだぜ。福岡県の宗像市及び富津市内にある宗像三女神を祀る宗像大社信仰と、宗像市にまつわる史跡、文化財が主な構成資産になるんだぜ。自然崇拝を元とする固有の信仰、祭祀が4世紀以来現代まで継承されている点などが評価されたんだぜ。世界遺産委員会では、公開と結びつく世界遺産の少なさを補完する物件という観点からも評価されたんだぜ。公開といえば、厳島神社の会とかに出てきた提督はもうしゃしゃり出てこなくなったのかしら。海にまつわる世界遺産はお任せ。って感じだったのに、彼らを登場させると4人分の脚本と編集が大変だったんだぜ。4人分だとセリフ割りが大変だものね。大して伸びなかったし、2人でも4人でも変わらないものね。申し訳ないけど、彼らは公設ね。話を戻して、構成資産の紹介、宗像大社の資産が主に登録されているんだぜ。代表的なものとしては、沖ノ島の奥積みや、筑前大島の中積みや、宗像下島の瀬積みや、読み方は、みや、と読むものもあれば、ふう、と読むものもあったわ。文献によって異なったからそこの解釈はお任せするわ。それぞれ異なる場所にある三社の総称が、宗像大社、で、日本各地に7000余りある宗像神社の総本社なんだぜ。全国にある山田電機の日本総本店が池袋にある感じよね。同じような例だと、世界遺産、紀伊山地の霊場と、参詣道、の構成資産である、熊野大社、ね、これも全国にある熊野神社のトップって感じよ。この手の世界遺産を見るたびに思うけど、日本の神社の中でも飛び抜けた規模と知名度がある伊勢神宮や出雲大社が世界遺産じゃないってのは皮肉ね。世界的に得意な特徴がないと世界遺産になれないからな。そもそも伊勢神宮は、文化財保護法に指定されていないから、世界遺産の枠組みにすら入れないけどな。国の法律で守られていないと世界遺産になれないものね。出雲大社は、ものすごい高さの神殿が現存していたら登録基準。1、人類の創造的才能を表す傑作に該当していけそうだったでしょうけど。このイメージ図も学者の説の一つだからな。やはり百聞は一見にしかず、現存するものの価値とは比べられないんだぜ。この宗像大社って、玄界灘に浮かぶ沖ノ島、立地の田島、その間の大島それぞれが一直線に結ばれるような位置に建てられているのね。そこも日本の他の神社と違うところよね。奥津宮のある海上交通の要所に位置する沖ノ島は、古来より島に立ち入り見聞きしたことを口外してはならず島全体が御神体なんだぜ。現在でも4人禁制で、男性であっても上陸前には禊を行わなければならない。4人禁制って、じゃあ私は沖ノ島に上陸できないってこと。これは世界のフェミニストたちが怒り狂うわよ。島の神が女の神様で、女性が島に上陸すると嫉妬されたたりがあるからという説もあるそうだぜ。嫉妬って、
この説自体も神瀬の冒涜のような気がするわね。神瀬の信仰を捧げながらも、妙な俗説が出るっていうのも人間らしい話だけど、禊をしないといけないので、男性でも上陸前に裸になって海で身を清めないといけないんだぜ。女性の神様に対して汚らわしいものを見せつけるなんて、それはいいのかしら。日本の神事って裸祭とかよくわからないものがあるけど、いろいろ謎よね。沖ノ島では昭和29年以来、十数年にわたり、沖ノ島の和調査が行われ、4世紀から9世紀までの古代祭祀遺構や装飾品などの大量の祭祀物、それから、縄文時代から弥生時代にかけての石器や土器などの遺物が発見されたんだぜ。それで海の正倉院と呼ばれるようになったのよね。エジプト考古学者の吉村作治が提唱したり、2000年初頭、宗像大社の氏子を中心とする地域住民が世界遺産を目指す市民運動を起こしたりして、宗像、沖ノ島と関連遺産群として2007年に世界遺産暫定リスト入り、2009年に、奥津宮、中津宮、鉄の宮、および、奥津宮要配所と沖ノ島全体を含めて、神宿る島、宗像、沖ノ島と関連遺産群として、暫定リストに追加掲載、2015年には推薦候補となり、2017年7月、ポーランド、グラックでのユネスコ世界遺産委員会で、正式に世界遺産に登録されたんだぜ。エジプト考古学者がなぜここを世界遺産に、って思ったのかしらね。まあそのおかげで世界遺産になれたんでしょうけど、ちなみに、20年くらい前にあった世界遺産ファンサイトのログを見たら、当時の世界遺産マニアたちが、日本としては大変な価値だけど、国宝もないし、世界遺産としてはインパクトが弱い、という議論をしていたわ。推薦してみたら意外なことに海にまつわる世界遺産が少ないからとかよくわからない高評価も得られて登録できたわけだし、わからないものよね。国宝としては沖津宮祭祀遺跡出土品が指定されているんだぜ。ただ、これは不動産ではないから、世界遺産ではないんだぜ。重要文化財としては、鉄の宮拝殿、鉄の宮本殿、施設としては、宗像神社境内が指定されてるんだぜ。この宗像神社境内には、奥津宮、中津宮、鉄の宮の3社と、それから奥津宮要配所が含まれているんだぜ。奥津宮要配所ってのは要配するため、大島の北側の海辺に建てられたものよ。要配は、遥か遠くから拝むことという意味なんだぜ。沖ノ島は簡単には上陸できないから、建てられた社殿のようね。少なくとも18世紀中頃にはあったそうよ。もしこの世界遺産を訪れたいと思ったら、この大島っていう真ん中の島まで行って沖ノ島を眺めるって旅行プランになりそうね。沖ノ島には上陸できないし、あとは、世界遺産の構成資産としては、富津市にある新原、八津山古墳群、新原、三山古墳群、も登録されているんだぜ。初めて国内で世界遺産に登録された古墳で、当社は宗像氏関係者と推定されているそうなんだぜ。他にも当初に推薦されていた古墳があったそうなんだけど、海と一体的な景観、つまり世界遺産登録の重要キーワードである文化的景観が保持されていることで、構成資産に残ったそうなんだぜ。やはり、海に関連しているというテーマが重要だったのね。国宝建築物がなくても、世界遺産登録のストーリーとして珍しいものがあればワンチャンある感じよね。現在の構成資産すべてが認められるまでには、右翼曲折があったんだぜ。2017年5月に世界遺産委員会の事前調査では、沖ノ島及び周辺の三岩礁のみに考古学的観点からの顕著な普遍的価値を認めていたんだぜ。ただ、他の宗像大社の信仰上の価値などは日本国内レベルでの価値にとどまると評価したんだぜ。そして、沖ノ島と三岩礁以外の構成資産の除外を条件に、登録を勧告し、合わせて名称を、神宿る島、沖ノ島、と、することなども勧告していたんだぜ。まあ沖ノ島のような離島への信仰は世界的にも珍しそうだけど、宗像大社自体は日本国内の神社の上位マウントって感じだものね。自然崇拝に基づく古代の沖ノ島信仰と、現在の宗像大社信仰に、継続性、
関連性がわかりづらいもの。沖ノ島へのアニミズム信仰なのか、古代への宗像氏への信仰なのか、どっちなのよって海外の人は思ったんでしょうね。宗教観に一貫性がない日本人はあまり疑問に思わないでしょうけど、世界遺産委員会の審議では、韓国の発言で始まり、イコモスの勧告通り、沖ノ島と3つの周辺岩礁のみの登録にすべき、と主張したんだぜ。出たわね。この国、予想通りの展開すぎて笑えるわ。でも、インドネシアが、沖ノ島、オフプミア、と中プミア及び本土のヘプノミア、宗像本社、は全体的に融合しており不可欠だ、と見方をしてくれて、ベトナムが、資産一つ一つが価値を高める、って続いてインを射撃してくれたんだぜ。日本としても、沖ノ島の最終的が守られてきたのは宗像信仰という神道形態に発展し神域になったから、そこで、その信仰は自然崇拝の時代から連綿と続いており、神道としても海人、海洋信仰が継承されており、切り離すことはできないと主張。これを受け、韓国は、沖ノ島の考古遺物の多くが古代の中国や朝鮮半島で作られたものであり、その分析を進めなければ価値は完全には証明できない、と共同研究の条件を付けて了承。その結果、逆転で8件すべての登録が認められたんだぜ。宗像大社が構成資産から外されたら、観光にも打撃があるから、日本もロビー活動を頑張ったんでしょうね。そもそも、活動を始めた宗像大社の氏子たちも、世界遺産に宗像って名前をどうしても入れたかったでしょうしね。最後に、世界遺産登録基準で適用されたものの紹介なんだぜ。6つある文化遺産登録基準のうち、2、人間的価値の交流、3、文化、文明、が該当したんだぜ。まあ妥当なところよね。国宝建築や建築群がないから、1と4はなし。土地利用の一環や伝統的集落があるわけでもないから、5はなし。歴史的なイベントに対して、密接に関わっているわけでもないし、6はなし。施設的価値に重きを置いているから、2と3の適用は納得って感じ。多分、90年代に登録された、きらびやかで知名度のある世界遺産と比べると、地味な印象を受けるかもしれないけど、日本古来のアニミズム信仰を堪能するには、現状、最も適した世界遺産のように思えるんだぜ。そうね、ただ、神宿る島、っていうタイトルはどうもねえ、なんていうか、安っぽく感じるのよ。虚空の風を司り、いにしえの眠りを滑る沖ノ島、とかどうかしら。霊夢、そっちの方が中にすぎるんだぜ。それでは、ご視聴、ありがとうございました。